浜崎橋 JCT 付近、神田橋付近三宅坂 JCT、汐止周辺銀座で入り口付近首都高速都心、環状線は東京都の千代田区、中央区、港区を環状に通る首都高速道路の路線である。略称は都間。江戸橋 JCT 谷町ジャンクション間はアジアハイウェイ1号線 R1 に指定されている。 全長約 14.8km、東京都の最都心部を一周する環状線である。主に各放射線同士を接続する役割を担う。銀座周辺は、楓川、築地川を埋め立てた跡地を利用した半地下構造となっており、埋め立て前に両下線にかけられていた橋梁のうちのいくつかが、現在も小道橋として使われている。このためこの区間には、車線間に、 橋脚の立つ箇所があり、その前後は車線変更禁止となっている。環状部分に加えて、京橋ジャンクションで分岐する東京高速道路への接続部分についても、延長が 0.1km と短く、標識等が煩雑となることから、都心環状線の一部として案内されている。全線一周を走行した場合の所要時間は、道路状況が順調な場合、 約15分ほどである。しかし、大半の時間帯は、交通量が非常に多い慢性渋滞状態であり、1980年には、すでに渋滞が頻発していた。首都高速中央環状線が全線開通したことも、あって改善傾向ではあるが、それでも渋滞が多発している。環状線に接続する分岐線は片側に車線であるが、 都心環状線もほぼ全線片側2車線である。この路線が果たしている機能や役割に鑑みても、これでは著しく不十分なほど、交通量が多い。そのため、事故や工事などで1車線規制になると、残り1車線では、交通量をさばききれず、接続する他の路線にまで渋滞が波及する。また環状線の2車線に分岐線の2車線を加えた。 計4車線で構成されることが本来望ましいが、これがなされておらず実際は、計2車線に止まるため合流点の交通がスムーズに行かず、渋滞の原因になっている、とも評されている。都心環状線の交通量がこれほど多いのは、郊外から郊外への移動であっても、都心環状線を経由せざるを得ず、各方向の交通が集中するためである。そのため、都心を通過する、 必要性の薄い車両の乗り入れを減少させるべく、中央環状線の建設が進められ、2015年3月7日に中央環状線が全線開通した。2010年3月の中央環状新宿線の全線開通により、谷町ジャンクション、竹橋ジャンクション間の交通量減少が見込まれており、実際に 都心環状線の交通量が開通後は1日あたり11.7万台から9.7万台に減少したことが伝えられた。なお、2009年より首都工場の標識では C1 の周囲が矢印で M を描いた表示に変更されたほか、都間と略記されることもある。C1、C はサーキュラーの頭文字から、都心環状線とは一般向け案内に用いられる。 路線故障であり、道路法に基づき、東京都が認定、告示する法定路線名ではない。各区間の道路法上の法定路線名は、外回りでは下記の通りである。以上で、環状部分が構成される、世界貿易センタービルより、本線24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成し線24時間。 交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成週末の深夜から早朝を中心に行動レースのように可能な限り早く一周することを基礎ルーレット族と呼ばれる違法競争型暴走族が出没することがある。ルーレット族は首都高速道路上の PA を溜まり場とすることが多いため対策として土曜日の深夜や年末年始には一部 PA の 利用制限が行われており、また、首都高速道路交通管制室及び、高速道路交通警察隊よるビデオカメラを用いた監視や取り締まりが重点的に行われている。2008年、首都高最速と言われていたオートバイチーム、ループスが警察の尽力により逮捕、解散され、それ以降は、本気組と呼ばれるルーレット族は鳴りを潜めた。フィクションの世界では、 漫画、ワンガンミッドナイト、映画、首都高速トライアル、ゲーム、首都ダガバトルなどが彼らをモチーフにして作られた。ありがとうございます。